グーピル商会は国際的なオークションハウスであり現代アートと収集品の商人です。ジーン・バティスト・アダフィー・グーピールは1850年にグーピールシーを設立しました。グーピル商会は19世紀のフランスで主要な美術商となり本社はパリにあります。グーピルは段階的に絵画や彫刻の美術複製品の世界的な貿易を 確立し、ロンドンや、その他の大陸ヨーロッパの主要な芸術史と、ニューヨーク市、オーストラリアに、渋谷代理店のネットワークを築きました。パリ北部のアニエールにあるワークショップレザテリアーズ、フォータグラフィックスは、1869年からの拡張に貢献しました。グーピル紹介の主役は、ジャンバープティスト・アドルフ・グーピルでした。彼の娘マリーは、 フランスの芸術家ジャン・レオン・ジェロームと結婚しました。元になった店は、1829年にアドルフ・グーピルによって設立された紹介であるが、1850年に再編してグーピル紹介となった。経営人と在任期間は次の通り、1861年までは、紹介では印刷物の仕入れ、販売、編集を行っていた。しかし、 安価な美術品への中産階級の需要に応えることを目的に、パリ郊外の工房で熟練技術者を雇い、エングレービング、エッチング、写真技術等による絵画の大量複製を行うようになった。グーピル商会の複製を通じて、ジャン・レオン・ジェロームといった画家は一躍知られるようになった。画家フィンセントの弟テオドルス・ファン・ゴッホが入社した頃、業務は絵画の取引に広がり、 1872年には写真やヘリオグラフなどの画像技術にも進出した。フィンセント・ファン・ゴッホは1872年病気で経営人から引退したが、1878年までは出資持ち分を保有した。その後アドルフ・グーピルの息子アルベール・グーピルが継いだ。1878年、フィンセント・ファン・ゴッホの出資持ち分が引き上げられ、同じ年、 レネ・バラドンが加入した。パリのシャプタール通り店。画家、ゴッホのおじであるフィンセント・ファン・ゴッホは、1858年にパリに出てシャプタール通りのグーピル紹介本店に住み込んだ。1861年、紹介の経営陣に加わったが、健康悪化により1872年に引退し、夏はオランダ・ブレダのプリンセンハーフェ、冬は、 南仏のマントンで暮らすようになった。6年後、彼は出資を引き上げた。セントクフには子供がいなかったが、老いたちが後を継いでくれることを期待して、フィンセントを1869年に、その弟、テオドルスを1873年に入社させた。1876年、オいフィンセントが、レオン物僧から解雇されると、株主間のバランスが崩れ、 結果として、テオに、チャンスが巡ってきた。テオは1878年のパリ、万国博覧会のためパリに呼ばれ、そのままパリに残ることになった。1881年から1890年に、かけて、テオは、モンマルトル通り店の経営を任され、ジャンバティスト・カミー・ユコロー、シャルル・フランソワ・ドーヴィニー・ラ・バルビゾン派を含む1000点近くの、絵を売り上げた。クロードモネ、ね、 カミリ・ユピサロラ印象派の単独展を開催したほか、エドガードがポール・ゴーギャンにも注目して、これらの画家の絵を販売した。オイ・フィンセントは、紹介を去った後、画家となることを決意したが、その時への勉強に使ったのが、シャルルバルグがジェロームと協力して、グーピル紹介から1868年から1873年に出版したデッサン教本であった。現在、 グーピル紹介は、モダンアートとコンテンポラリーアートのほか、豪華で卓越した製品を専門としています。販売とオークションは主にオンラインで開催されます。ありがとうございます。